南薩摩市は、鹿児島県の薩摩半島西岸に位置する市である。太平洋戦争末期には、最後の特攻隊の出撃地、万世飛行場が、吹上浜にあった。現在では砂丘を利用した砂の採点や、自転車による様々な大会が開かれるなど砂丘と自転車を活かした、特色ある街づくりでも知られている。加世田地区中心部周辺の空中写真。 2013年2月11日撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。薩摩半島の南西端に位置し、東、シナ海に面する。市の北西部には日本三大砂丘の一つに数えられる吹上浜が広がり、また南西部にかけて美しいリアス式海岸が見られる。 大野津の総建築は国の名称に指定されている。本土から西の東、品海沖合には宇治群島や草垣群島がある。南薩摩市には旧加瀬田市の一部に町邸があるたは大技となっている。2005年の市町村合併時に旧加瀬田市については従来の大技なに加瀬田を加えたものに改称し、笠佐町、坊津町、金方町については 従来の大技らにそれぞれ町名を加えたものに解消した。また、大浦町については、大技が存在しなかったため、平成17年鹿児島県国時代1602号地の区域の設定により、川辺郡大浦町の全域をもって、南薩摩市の大技大浦町が設置された。2020年現在の南薩摩市の町、地は以下の通りである。鹿児島県、 南札地域振興局、鹿児島県立加瀬田高等学校高等学校義務、教育学校中学校小学校現在の、最寄り駅は、JR いぶスき枕崎線の谷山駅、枕崎駅、または、鹿児島本線の移住院駅。太地は、南薩摩市内の経由内吹上浜、海浜公園国指定名称、坊の津岩人記念館。ありがとうございます。